属を削る音が響くここは、とある医療機器の製造現場。8月5日、野田総理は岡山と広島にある工場を視察しました。その目的とは。経済の好転を何としても図っていかなければなりません。日本再生戦略を閣議決定したわけでありますけれども、その柱となる分野を今日は2つの工場を拝見をさせていただきました。日本再生戦略の柱、4大プロジェクトとして挙げられたのはグリーン、ライフ、農林漁業、中小企業。まず総理が視察したのは医療、福祉といったライフに関する現場です。この中小企業で作られているのは人体のさまざまな部位の人工関節。特徴は耐久性が高く、患者一人一人の骨格に合わせ加工した人工関節を提供すること。これを民族とはよく違うんですか？そうですね、サイズが違うんですね。つまりバランスも違う、それから生活習慣も違います、はい。例えば日本ですと正座をしたりということがありますけど、そういう場合はより深く曲がらなきゃいけない。現在一般的に使われるのは規格化された人工関節。患者一人一人に合わせて作り込むこのメーカーの繊細な加工技術を可能にしたのは、大正時代から船舶用のスクリューの製造で培ってきた世界屈指の曲面加工技術です。日本の誇るものづくりと医療施設とか密接に連携をしていくならば、そこから間違いなく成長産業が生まれるのではないかという予感を持つことができました。現在国内で用いられている人工関節の8割以上が輸入品。今後国内でのシェア拡大にとどまらず、海外市場への展開を目指します。そしてもう一つの視察先、グリーン分野を牽引しエネルギー環境の施策に関わる LED チップの生産工場です。LED と言いますと非常に薄く作れたりですね、色を変えたりというような特徴がございます。その特徴を生かした取り組みの一つとして、一つはこれ実は農業用です。蛾が嫌いな色というのを作らさせていただき、棒が LED 照明でございます。農薬を一切使われていません。より効率的にできるという現在実証実験中。エジソンが白熱電球を発明してから130年余り。LED 電球は光のあり方を変えるだけでなく、寿命が白熱電球の40倍、電力消費量は6分の1という高性能です。素晴らしい省エネにつながる技術が、世界最先端で日本が有しているということ。日本再生戦略のいわゆるグリーンイノベーションの柱でありますので、その方向性としては間違ってないということを実感することができました。いよいよ動き出した日本再生戦略。現在首相官邸ホームページでは、より多くの方に取り組みについて知ってもらうため、戦略の概要や確実に実行するための仕組みなどの紹介をしています。